こんにちは、今日は東大阪にあるハーレーダビッドさんにお邪魔しました。今日は、ね、黒田さん、よろしくお願いします。お願いします、はい。これから、暖かくなって、はい、バイクの季節になってきて、ね、いろいろとツーリングみたいな感じであちこち行ける季節になってきたんですけども、そうです、はい、今日はね、このバイクちょっと説明していただきたいんですけども、はい、これはまず2024年度ですこのファットボーイ。ファットボーイ、はい、お、まあ、名前の通り、まあ、これフロントフォークちょっと前のフォークとかだったり、うん、であとはこのワイドタイヤ、後ろのタイヤという感じで、うん、240mm のタイヤなんですけど、はい、ちょっと見るからにボリュームのあるおしゃれなやつで、排出量が 1800cc、はい、1800cc、はい、でガソリンのタンクが 17.9 かなりガソリンが入ってくる、うん、走るバイクうん、そしたら300キロ、400キロぐらい走るみたいな。300キロぐらいは行きますよね、はい、うん、トルクとかは分かったりしますか？155ニュートンメートルということでね、はい、結構あるかなって思ったりします、はい、このバイクの特性みたいなのを教えていただきたいんですけども、特性ですか、はい、特性なんかこうエンジンの特性とか排気音の特性とかちょっとそういうのを聞きたいんですけど、まあ、あれらしいどこどこか充電をつけるかなと思うんですけど、うん、で、まあ、このバイクはやっぱりそういうタイヤが太いとか、うん、っていうのがやっぱりなんか人気で、あ、うん、人気でもあるし、あれですかね、やっぱその他のバイクと違ってやっぱこうタイヤが太いと迫力があって、うん、まあ結構一目惚れ、そこに一目惚れする方が多いかなと思う。大体何歳ぐらいの年齢の方が買っていかれるんですか？結構バラバラで、もう若い世代の方から、うん、結構年配の世代の方まで、もう年齢層は幅広い感じでありますね。ぜひね、こちらでハーレー買っていただいて、奈良の方にも、ね、来ていただければと思います。そしたらね、動画を見ている視聴者の皆さんにじっくりと見ていただきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。はい、皆さん今日の動画いかがだったでしょうか。今日はハーレーダビッドソン東大阪店八重の里にあります店舗に行ってきました。スタッフの皆さんありがとうございました。
こちらの店はね、結構スタッフの皆さんがフレンドリーで何でも相談に乗ってくれますんで、ぜひともね、皆さん一度ハーレーダビッドさんの店お立ち寄りください。ということで、バイクについていろいろアップしていきますので、よければバイロックチャンネル登録をよろしくお願いします。それでした。